俺はファミレスでアルバイトをしている。ファミレスにはいろいろな人が来る。家族連れはもちろん、暇を持て余した大学生や勉強道具を持った女子高生など、その客層は様々だ。いらっしゃいませ。もちろん中には厄介なお客さんもいて、呼び出しのチャイムが鳴ったのでテーブルに行くと、スマホに夢中のギャルっぽい母親と小学低学年くらいの男の子がいた。お、マンガレリアだ。俺も好きなんだよな。どうやら食事はもう終えたようだが、追加注文だろうか。どのようなご用件でしょうかと聞いても、母親は顔も上げずちらりと子供を見るだけだ。すると子供が紙欲しいと大きな声で言った。見ると紙ナプキンに落書きしていたようで、大量の紙ナプキンがボロボロになっている。まあよくあることかと思い、テーブルの上の紙ナプキンを片付け、じゃあ画用紙持ってくるから待っててねとテーブルを後にした。紙紙、遊び盛りの子供だ。じっとテーブルに座っているのが辛いのだろう。しかしどうやら俺が持って行ったスケッチブックは子供の退屈を数分間紛らわしただけに過ぎなかったようだ。レリアレリア、マンガレリア。テーブルのスプーンとフォークで演奏会を始めるわ。ドリンクバーで混ぜたジュースを飲んで叫ぶわ。うわー、まずい。お母さん、これまずいよ。店内を走り回るわとやりたい放題だった母親が注意してくれればいいのだが、どうやら今度はスマホゲームに夢中のようで、息子のことは目に入らないみたいだ。これレア度超低いな。こいつガチャしてやがる。こうなったら俺が注意するしかないかと思っていると、料理が出来上がった。よし、これを運んだらあの母親にガツンと言ってやろう。そう思ってトレーに料理を乗せて運んでいると、急に横からさっきの子供が出てきてぶつかってしまった。うわ、危ない。なんとか料理は落とさずに済んだものの、子供はぶつかった反動で尻餅をついてしまった。ごめんごめん、大丈夫だったか。腰を下ろして子供に聞く。うん、平気。するとこらと、さっきまでスマホしか見ていなかった母親が俺と子供に向かって叫ぶ。ようやく子供に注意してくれるのかと思ったのだが、ちょっとちゃんと足元見てなさいよ。子供が怪我するところだったでしょ。その矛先はまさかの俺だった。俺が悪いのかなと思いながらも、とりあえず頭を下げようとすると、謝るのは子供、そしてそこの母親でしょと、近くのテーブルで勉強していた女子高生のうちの一人が割って入ってきた。かわいい。かわいい JK はまず子供に駆け寄ると優しく立たせ、お兄ちゃんはごめんって謝ってくれたよ。僕はどうすればいいと思うと子供に尋ねる。子供はすぐに俺に向かってごめんなさいと頭を下げてくれた。よしよし、偉いね。 JK が笑顔で子供の頭を撫でる。しかし次に母親の方に顔を向けた瞬間、その笑顔は消えていた。ねえ、あなたお母さんでしょ。なんで子供に注意しないんですか。なんであなたにそんなこと言われなきゃならないのよ。だって親が正しいルールを教えないで誰が教えるんですか。子供を育てたこともないくせに偉そうなこと言わないでよ。母親の言葉にひるむ JK。 頑張れ、負けるな JK。 すると彼女と一緒にいた女子高生が、でも舞ちゃん保育科通ってるんですと助け舟を出してくれた。ナイス。そうよ、私保育科通ってるんだから、子育てのプロなんだから。保育科が何なのかはよくわからないが、とにかくすごい自信だ。その迫力にうろたえている母親の袖を子供が引っ張る。そして、悪いことしたらごめんなさいしないといけないんだよお母さんと一言。さすがに息子の言葉には答えたようで、母親は俺や JK たち、そして周りのお客さんに頭を下げるとすごすごと帰っていった。ごめんなさい、すごすご。迷惑をかけたお詫びと騒動を収めてくれたお礼にコーヒーとケーキをご馳走すると、先ほどの JK はありがとうございます。でも私1年だからまだ専門的なことを何にもしてないんですけどと照れていた。かわいい。どうやら子育てのプロというのはハッタリだったようだ。
それに高校の保育科を卒業しても保育資格を取得できるわけではないらしい。我慢できなくてつい偉そうなこと言っちゃいましたと JK は謙遜していたが、彼女の行動は間違っていないと俺は思う。子供を叱った時の厳しさと優しさを見る限り、彼女はきっと立派な保育士になれるだろう。おいしい。俺はケーキを美味しそうに頬張る可愛い JK を見てそんなことを思った。格言、何が悪いのかはもちろん、なぜ悪いのかを教えることこそが真の教育である、 by マンガレリア。皆さんこんにちは、レリアです。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？コメント欄より動画の感想をお待ちしてます。チャンネル登録もしてもらえると嬉しいな。それではまた。